台風7号に関する最新情報をお伝えします。まずは現在の様子、気象衛星ひまわりの方から確認していきたいと思います。こちらの方を見ていきますと、台風の中心付近少しこう隙間が空いているようには見えるんですが、渦の方はかなりしっかりとしているような状況となっています。また台風を取り巻く活発な雨雲の方、こちらも確認できます。台風の現在の位置ですけども、こちらの方14日の19時現在ですが、強い強さを保ったまま潮岬の南東海上にあります。こちらの方が北西に15キロで進んでいるような状況となり、中心気圧が970ヘクトパスカル、最大風速が35メートル、最大瞬間風速が50メートルです。現在の位置などを考えてみますと、間もなく潮岬付近は暴風域に入るものとみられます。この後台風の方北西方向に進んでいくような形となって、日付変わりまして15日火曜日午前6時には潮岬付近を中心とする予報円内に到達するものと予想されています。中心気圧が975ヘクトパスカル、最大風速は30メートル、最大瞬間風速は45メートルです。その後紀伊半島を抜け、また大阪湾を通り、さらにまた兵庫県内の方を通り日本海に抜けていくといった状況となりそうです。この流れから考えてみますと、明日の朝には紀伊半島のいずれかの場所に今上陸するのではないかということが予想されます。またこちらのエリアですけれども、19日の土曜日15時までに暴風域に入る確率として見たときには、この紫色のエリアは 70% の以上の確率で入ってきます。特に大阪市などはほぼ 100% の確率で暴風域に入るということが予想されています。でこの台風によっての降水の様子ですけども、今夜21時から見ていきますが、やはり紀伊半島の南東斜面の方が特に多くなるというふうに見られているんですけども、関東や東海などこちらの方も湿った空気が入ることによって、やはり突然強く雨の方が降ってくるといった状況となりそうです。条件が整ってしまうと線状降水帯が発生する可能性があるので、線状降水帯が発生した場合はそれぞれのエリアかなり激しく雨の方が降り、災害発生の可能性が高くなるというふうに見ておいてください。でこちらの21時から16日の12時までに予想される積算の降水量なんですが、多いところでは400ミリ以上の積算雨量となります。またその周囲で赤いところは300ミリか400ミリ、オレンジのところは200ミリか300ミリという形になります。黄色のところでも100ミリか200ミリという形なので、こちらの方を見ていただきますと、東海から近畿、また中国四国にかけてかなり広い範囲で災害発生リスクが高まるというふうに見ておいてください。土砂災害、河川の増水氾濫、また都市部における内水氾濫による浸水冠水、こちらの方には厳重警戒が必要といった状況となりそうです。また先ほど見ていただいた通り、広範囲が暴風域に入ってくるといった形となりますから、風の方もかなり強まってきます。特に紀伊半島の東側の方ですけれども、こちらに関しては暴風警戒といった状況となります。またそれに伴って波の方も高くなります。特に中心よりも東側のエリア、こちらの方ではこの後はどんどん波の方が高くなってくるといった状況となりますので、南部の方、高波、また一部においては越波などによってですね、道路上に海中の大きな岩がこう持ち上げられるようなこともありますので、こちらも警戒していただければなと思います。以上、台風7号に関する最新情報をお伝えしました。ウェザーニュースライブのではこの後もですね、随時台風情報をお伝えしていきます。チャンネル登録をしていただき、現在防災に役立てていただきたいと思います。